こんにちは、こんばんは、はじめまして、ホラーマンです。前回やったこと、骨ダンスを鑑賞しました。終わり。前回、新たに確定したチュートリアルの仕様は、スタート地点からだいぶ離れて戦うと、敵の攻撃でも死ぬ。昼でも、夜でも、海でも、砂漠でも、雪原でも、ジャングルでも、地下でも、地底世界近くでも、ボスと戦ってても、BGM が同じ。以上です。前回、スケルトロンを無敵エリアで倒してしまったので、呪われて謎の老人の代わりにダンジョンに住み着いています。嘘です。冗談はさておき、前回新たに増えた装備を確認しましょう。まずは、守備力が5ある、金の鎧。そして、スケルトロンを倒して手に入れた、スケルトロンのお面。これは、見た目アイテムなので、防御力はありません。ちなみに、普通の防具も見た目スロットに入れられます。見た目スロットに入れると、装備にステータスがついていても、反映されなくなります。せっかくスケルトロンを倒したので、ダンジョンに行ってみようと思います。前回、ダンジョンについて軽く触れましたが、今回は基本的なことについてまとめてみたいと思います。ダンジョンの入り口には NPC の老人がうろついており、話しかけるとダンジョンについての説明やお願いなどを言ってきます。前回突撃した時は、弱いと怒られました。その老人を無視してダンジョンに突入すると、地下1メートルより下に行った途端、ダンジョンガーディアンがどこからともなく飛んできて、体当たりしてきます。一撃で9000以上のダメージを与えてくるので、奥に行くことは不可能です。ダンジョン外でも、近いと攻撃されてしまいます。素直に老人のお願いを聞き、夜に話しかけてスケルトロンを呼び出し倒すと、それ以降ダンジョンガーディアンは出現しなくなります。そして老人がいなくなり、仕立て屋として引っ越してきます。ダンジョンには、鍵のついた金の宝箱があり、金の鍵を使って開けることができます。他にも、特殊な鍵を使わないと開けられない宝箱が5つ存在します。中には専用の武器が必ず入っていて、どれも強力で魅力的なのですが、チュートリアルで導入されているかはまだわかりません。鍵のついた金の宝箱には、ダンジョンでしか手に入らないアイテムが、ランダムで入っています。地底世界にあるシャドウチェストを開けるための鍵である、シャドウキー。攻撃ボタンを押したままにすると、カーソル位置に留まり、カーソルを動かすことで自由に操れる魔法武器、マジックミサイル、放水しているような水のシャワーを打ち出す魔法武器、アクアセプター、少し青く光る、鎖鉄球の上位版であるフレイル、ブルームーン、ノーマルモードではそれなりに強いフェニックスブラスターの材料でもある銃、ハンドガン、ノックバックを無効にし、防御力が1ある、コバルトの盾、ノーマルモードでは最強の刀剣であるナイトエッジ、これの材料の一つであるブロードソード、村正。金の鍵の入手方法は大きく3つ。ダンジョンの宝箱などから手に入れる。100% ドロップしてくれるダンジョンスライムを倒す。1.53% ドロップするアングリーボーン、闇の魔導士、呪いのドクロ、ドラゴンスカルを倒す。これらの敵はすべて、ダンジョンでのみ出現します。宝箱の中以外のもので、ダンジョンでしか手に入らないアイテムは、まだまだあります。設置した場所の近くにいると、モンスターの出現率が上がる、ウォーターキャンドル、本棚とピアノの材料の一つでもある、本。普通の本に紛れて置かれている魔法武器、ウォーターボルト。ウォーターボルトは、青い背表紙に黄色いラベルがついている本なので、慣れてくると画面を見るだけでウォーターボルトかどうかがわかるようになります。他にも、ダンジョン限定にデザインされた、何種類かのワークベンチ、椅子、テーブル、本棚の4つの作業台。あとは、ベッドや扉や飾り用の家具類が、何種類もあります。収集家の方には、無視できないエリアです。それから、NPC が捕らえられている場所でもあります。メカニックはダンジョンのみにいて、他の NPC は洞窟かダンジョンにいます。メカニックをダンジョンに置き去りにしたのは、呪われていた時の仕立て屋のようです。
これらすべてに興味がない場合は、特に行く必要がありません。今回は村正が欲しかったので、一通り探索することにしました。死にました。再挑戦。死にました。あったので、浮島探索へ。死にました。やっぱりダンジョンに行こう。死にました。死にました。死にまし、うがー。ご視聴、ありがとうございました。